はい。じゃあ、始めましょう、諸事情につき2回目の配信になります、アロマ&ハーブスタックの加藤ひろみです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、神戸にありますノインの田中雅子です。よろしくお願いします。では今日はですね、国産精油の柑橘類まとめについてお話ししようと思います。あ、大丈夫かな。うん、大丈夫 OK、うん、はい。でですね、国産精油の柑橘類のまとめということで、今日は、ちょっとテーマに設定はしたものの、ちょっと結構迷ってしまって、まとめ方に。で、ポイントとしては、そうですね、これから私も山雅子さんも皆さんが国産精油の柑橘類をこう探しに行った時に、何を買ったらいいかこう悩んだ時とかに、参考になる選び方、考え方っていうのを知ってもらうっていうのを今日のゴールにしたいと思います。はい。では早速いきますね。はい、で、今回なんですけど、国産精油で、日本においてですね、いろいろこれまで精油見てきたんですけれども、やっぱり樹木系の精油と柑橘系の精油が多くて、特に柑橘類って、すごい品種が日本って多いんですよね、特に。なので、そのあたりがちょっと分かりにくいというか、情報がありすぎてどれを選んでいいか分かんないっていう感じになるので、その辺を探すヒントで、まずじゃあ柑橘を知ろうということで、1個目のポイント、今日3つ紹介します。1個目は、学名とか、柑橘の名前、種類、品種などをまず抑えるっていうことをまずやってもらおうかなと思います。なんか単純に例えばですけど、旅館の精油良かったよって聞いたりだとか、あとは実際自分が食べたことがある柑橘とかで、あ、これ美味しかったな、精油どんな香りだろうって言って、その品名、品種名から入る場合もあると思うんですね。で、今日はちょっと私簡単に表を作ったので少しお見せしたいんですが、よいしょ、ちょっと立ち上がりますね。見えますかね。うん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 。ですね、品種、柑橘類の品種っていうところをこう見ていくときに、まず関係する学名でいうと、みかん科っていうところから見ていくことになるんですね。で、そのみかん科の中の属名、ちょっと動きます、ごめんなさい。属名って実は何種類かあるんですけれども、この国産性、ごめんなさい。みかん科の中の、柑橘類っていうのに分類されるものが、ここに書いてある3つになります。オレンジ色の上のみかん属、その下の金柑属、一番下のカラタチ属。で、精油でよく見るのは上の2つ。で、食用になるのもこの上の2つなんですね。みかん属と金柑属になります。で、これをちょっと横にずれていくと、みかん属と金柑属、それぞれ結構細かく分かれてるんです。金柑属、下の方ですね。金柑属の方は金柑類しかなくて、で、この横を見ていくと、金柑などってもう、想像する皆さんご存知の金柑を指すんですけど、これも精油は私見たことあるんですが、香りは嗅いだことないです。で、皆さんがきっと柑橘精油って探すときによく見るの、多分こっち、みかん属の方で、こちらが結構分かれるんですね。上からちょっと簡単に読み上げていくと、このオレンジの四角が、そのみかん属の中の 何類に当たるかっていう分類がまずあって、その横に白い四角の中に書いてあるのが、実際に流通している柑橘の名称になります。上からみかん類、オレンジ類、グレープフルーツ類、タンゴール類、タンゼロ類、香酸柑橘類、文旦類、一番最後が、その上のどれにも類さないも、分類されない雑柑類っていうところになります。で、皆さんがよくご存知の、いわゆる日本人が言うみかんっていうのは、一番上のみかん類の中にある温州みかんを指すそうなんですね。で、あとですね、ちょっとこれ一個一個取り上げると大変なので、ちょっと拾うと、オレンジの四角の下から3つ目が香酸柑橘類ってあるんですけど、ここが、ユズとかカボスとかスダチとか、いわゆる実をそのまま食べることは酸っぱくてできないんだけれども、果皮をこうおろしてとか絞ってとか、果汁を絞ってよく使われ料理とか
飲んだりとかに使われますよっていうのがそこに入ります。ここ割と目立った精油が多いなっていう印象なのでちょっとあえてみましたぐらいかな。あとはだいたいそのこのままかな。でこちらの表なんですが、今回このインスタライブ用に実は私が作ったんですね。なので今のできっとメモも取り切れてないと思うので、もし必要な方いらっしゃいましたら後でご連絡いただければ個別でお渡ししますので言ってください。でじゃあ今ので例えばですけど、こういう簡単でしたけど、こういう柑橘があるっていう、こう品種をこう整理していった中で、次じゃあ買おうかってなった時見てほしい2つ目のポイントが抽出部位になります。で抽出部位っていうのは、その植物のどこの部分を使って精油を使っているかっていうお話で、分かりやすい例で言うと、国産精油ではないんですがビターオレンジっていう柑橘があるんですね。でそのビターオレンジの柑橘って、精油になると実は名前が変わっていくんです。ビターオレンジの木の中でお花の部分のを使って作る精油はネロリって言います。でビターオレンジの葉っぱから作られる精油がプチグレなんですね。で最後にビターオレンジの皮、オレンジの皮、果皮の部分で作られる精油がビターオレンジになります。なので同じビターオレンジのっていう植物から作られる精油でも案外名前が変わってくるので、選ばれる際にね、そこの抽出部位っていうのも意識して選ばれるといいと思います。その部位によって全く変わりが変わってくるので、ここ注意ですね。であと3点目が、どの時期のものかっていうのは、これ結構柑橘の場合重要で、例えばですね、先ほどご紹介したみかん属みかん類にあった温州みかんなんですけど、みかんを栽培するときに、まだ実が青い小さい段階で摘果っていう作業をするらしいんですね。摘果って何かっていうと、まあ、木になった実を全部育ててオレンジにしちゃうと、一つ一つの実に十分な栄養が行き渡らない、実の数が多すぎるので、一つ一つの実にある程度の大きさ栄養を持たせるためにちょっといくつか間引きして取り除くっていう作業が摘果なんです。でその摘果した時の青い状態のものを精油にして使う、蒸留するっていうのがあるらしいんです。で先ほどの例の続きで言うと、温州みかんって摘果した温州みかんの木から青い小さい実の状態で取って、摘果したものを蒸留したものを青みかんっていうラベルを貼って販売されてるメーカーさんもあったりします。でやっぱり温州みかんとその青みかんだと全然香りも違うので、そこも結構ポイントになるかなと思います。まあ、国産精油柑橘類っていうところで精油を探していくときのきっかけがこの今ご紹介した3つですね。最初の一番学名とか品種名を確認するっていうことと、あとその植物の抽出部位がどこか、花なのか葉っぱなのか皮なのか、で3つ目がその植物のどの時期のものを使ってるのかっていうのをちょっと意識して探すと結構バリエーションが広がるのと、あと青みかんって見た時に、うん、何ってならずにちょっといろいろ考えることができるんじゃないかなと思います。で柑橘ってまあものすごい種類があって、まあ、ここまでの話でちょっと勉強の時間は終わりって感じなんですけど、で今日は実際に柑橘のその国産の柑橘精油を使って何か作りましょうっていうことで、ムエットをお送りしている方は今回3本お送りしています。先ほどのみかん類のところにあった立花の精油と、あとは抗酸柑橘類のところに分類されてた、シークワーサーですね。でシークワーサーの、葉と果皮の2種類お送りしているので、もしよかったら香りも確認してみてください。で、雅子さんにもお送りしてるんですけれども、雅子さんの香りの印象とかもよかったら聞かせてください。はい。シークワーサーの果皮はもう皆さんがイメージされたことある、イメージされたことある？おかしい。食べたり飲んだり香ったりしたことのあるシークワーサー。の感じがすごいするんですけれども、もう葉っぱの方は全然違うくて、うん、もうこのシークワーサーの葉っぱは、同じほんまにシークワーサーやんなって聞きたくなるぐらい、
感じの香りの感じが違います。ちょっと花碑に比べると緑がかったような香り、うん、あの季節でいうと5月の新緑の時ですみたいな香りがするなと私個人的には思います。うん、うん、で立花、これはもうめっちゃ好みです。もうね大好き、ずっとそばにおってほしい感じで、とってもジューシーで、なんて言ったらいい、美味しそう、うん、な香りがします。食べたらあかんけど、美味しそうな香りがします。そうですね。私も結構似たような印象を持ってて、シークワーサーはやっぱりすっきりした香り、うん、で、もう本当想像した、身とかね、ご存知の方多分いると思うんですけど、もう本当そこから想像したままの香りがシークワーサーの花碑の精油で、うん。葉っぱはもう本当全然違うんですよね。うん、だからさっきのビターオレンジでいうプチブレンみたいなちょっとこう複雑さとか苦みが入ったような花碑とはまた違うような印象、すごい全然違う印象を持っています。まあちょっと生産地も違うんでね、そのせいもあると思うんですけど、あと立花、私もこれすごい好きになった精油の一つで、去年初めて会ったんですけど、はい、あの複雑な香り、なんか、ま、なんか柚子寄りなのかなって勝手に想像してたけど、柚子ほどこうすっきりした爽快な感じ、クリアな感じはなくて、もうちょっと複雑で深みがある感じ、うん、でずっとまとってたくなるんですね、これ一回使うと。私も割となんかスプレーとかいろんなものに入れて一度使い出すと結構しつこく使ってる精油になりますということで、香りは今日はこれらを使ってちょっとクラフト作りをしたので、少しご紹介できればと思います。雅子さんが作ったものを紹介お願いします。でもさっき立花の時にずっとまとってもうずっとそばにおってって思うっていうのをお伝えしたと思うんですけど、ずっとそばにおってもらうためにロールオンに立花を入れてます。で、この中に入ってるのを立花単体で使ってます。立花単体と、米ぬかオイルのキャリアオイルを使って、うん、私この爪のところや指先のケアに使ってます。なぜバサバサになる季節ですので、これでコネコネっと、あーいい香りありがとうみたいな気分今回は立花を使ってこれを作ります。で、先ほど、お話があったシークワーサーと立花とはまた別なんですが、国産のレモンを使って、グリセリンソープで石鹸を作ってます。ちょっと火星ソーダを使っての石鹸は、ちょっと私の中ではまだ怖い部分があるので、グリセリンソープで簡単に使って、作ってます。これは今回レモンとティートリーを入れての石鹸を作っております。なんかね、もうよくあるレモン、外国産のレモンはすごくパンチがあって、おお、レモンって感じがすると思うんですけれども、この国産のレモンはどちらかというとそれに比べるとマイルドな香りがして、なんかこう、レモン、癒されるレモン。まあ外国産のレモンが癒されへんっていうわけじゃないんですけど、なんかより一層ほわっとするような香りがするので、今回は国産のレモンとティートリーで、石鹸を作ってみました。かわいい、かわいいレモンってさ、ゆいかさんのですか、うん、ゆいかさんのレモンです。あ、じゃあ水蒸気蒸留かな。そうです、水蒸気蒸留法です。なるほどなるほど。そうだね、なんかツーンとくるのが苦手っていう人もやっぱいるにはいて、私もワークショップとかしてると海外産のやつね、花碑を圧搾したやつだとなんかちょっと柔らかいよね、水蒸気蒸留の方がね。なんかどうしても圧搾法の方やとレモンを香った時になんかこの辺がキュッてなる感じがあって、うん、それは別にいいんですけど、それ今はっていう時には国産の方がおすすめ、うん、そうだね、その使い分け結構私も最近するようになって、あ、すごいいいなと思いました、うん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 、おすすめです。私もちょっと簡単にクラフト2つ私も用意したんですけど、1つは、シーカーサー使ったんです。シーカーサーの花碑と、葉っぱと、あとヒノキの枝葉を入れたんです。なんかこれヒノキの木部の香りじゃないな、きっとと思って。
そうです。で、あと、ちょっと色もつけたかったし、香りをもう一つ足したいなと思って、月桃のオイルを足したので、グリーンに、淡いグリーンになってるんですけど、結構これ、スッキリ系が好きな方には、香りすごくいい。なんか、ヒノキの枝葉がまた柑橘と相性いいよね。いいと思います。木部よりいいと思います。いいよね。そうそう、すごいスッキリ。すっきりしすぎかもみたいな家族がさっき言ってたけど、私は好きです。で、もう一つが、立花の精油を使ってもう一つ作りたかったんです。で、私も、まさこさんと同じで、その立花の精油が結構なんかね、独特で、なんていうのかな、もうずっと嗅いでたいんだよね、なぜか。だから、私もなんかできるだけこう身につけるところで使いたいなってことで、トリートメントオイルにしました。で今回は、ヘダの立花の、精油と、あとは姫黒文字使ったんですね。前回の黒文字の回で雅子さんに教えてもらうまで知らなかった姫黒文字で、ちょっと重めの香りだったんですけど、なんか結構これバランスよくまとまってくれた気がします。はい、ついに姫黒文字の出番が。そう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 。ね、どこで使ったらいいか分かんないってさっき前言ってたんだけど。うんうんうん、こんな感じです。で、ですね、あとは、そうですね、今日のお話って、ちょっとおさらいするんですけど、まあ、国産精油の柑橘類、いろんな品種があって、いろんなものがあるよっていうことで、選ぶポイントとして、品種とか学名をまず押さえましょうっていうことと、あと、その植物のどの部位が欲しいか、花なのか、葉っぱなのか、花皮なのかで香り違いますよ、そこ見ましょうねって話と、あとは、その時期の、その植物の時期の話ですね。さっきも言ったんですけど、温州みかんだったら、適化した時期の青いみかんだったら、青みかんって名前で売ってたりしますよっていう、どの時期のが欲しいかちょっと考えて選んでみるといいですねって話でした。で、これに加えてなんですけど、私がさっきお見せした表ってテキストじゃないですか。文字でバーって書いてて、分かりにくいと思うんです。で、実際みかんって、みかんっていうか柑橘類って、意図的に交配したものとか、そうじゃなく自然交配したものもあって、もうものすごい数があるんですね。で、それがちょっと結局分かりにくいじゃんってなったら、ぜひ、みかんの家系図っていうキーワードでググってみてください。そしたら、家系図が出てくるので、結構これ面白いと思います。どの柑橘とどの柑橘が合わさって、あ、この柑橘ができたんだ、みたいなのが。まあ、いろんなパターンがあるので、ちょっとどれが正解か私も分かってないんですけど、なんとなくそういうの見てみるのも面白いかもしれないです。ではですね。そうだ、さっき香りのご紹介したシーカーサーと立花なんですけれども、シーカーサーはもうご存知の方も多いと思うんですが、やっぱり、あ、ミオさんもミカの家系図知ってた。さすがです。はい。シーカーサーは沖縄で結構有名なものですね。で、立花って、実は私が知る限りだと2つあって、奈良県の方にある大和立花と静岡県の方にある戸田立花っていう2種類あるんです。で、ちょっと探してみたら、戸田の立花は、精油は流通してる、誰でも買える場所で見つけられてるんだけど、果物、その植物自体を手に入れるのはちょっと難しそうかなっていう、私が知った情報では。で、逆に大和立花さんの方は、柑橘の購入自体は私、この間できたんですけど、立花の精油がちょっと見つけにくそうな印象を持ってるので、ちょっと立花手に入れにくいかもしれないです。で、なので、ちょっと、まあ、探すの工夫してみてくださいっていうのと、困ったら私か雅子さんに声かけてみてください。特に、立花って私最近までこう意識してなかったんだけど、もともと日本の固有種っていうことで、立花もシーカーさんも。特に立花は、古事記や日本書紀や万葉集とかでも出てくる、お話の中に出てくるような植物で、昔からこう日本に馴染みのある柑橘だったりするんですね。まあ、せっかくなので、たくさんある柑橘の中からどれか数個選んでご紹介するなら、日本の固有種2ついこうかってことで、今回この2つにしてみました。はい。でですね、今日お見せした、最初の方にお見せした表なんですけど、もし必要な方がいましたら、お渡ししますので、JPEG か PDF で、必要な方は個別にご連絡をください。ですね。あと大丈夫かな。あとね、さっき、できなかった小話をちょっとすると、ですね、最初に、お話しした品種とか学名とかで探した場合っていうところで、
私逆にちょっと失敗談というか、今回調べてて分かったことがあって、私もともと雅子さんも大好きで私も大好きなゆいかさんの小夏精油ってあるんですねあるんです。で、柑橘の中に日向夏っていうのがあるのは私知ってたんですね、うん、で、日向夏を以前別のワークショップで香り嗅いだら、あ、日向夏もいいなって思った記憶だけうっすらあったんですね。そしたら実はこれ学名が一緒だってっていうのはさっき私知ったんです。知ってた雅子さん？うん、一応さすがです、さすがです。そう学名一緒だわぐらいな感じです。そうそう、高知県で採れたゆいかさんの小夏精油と宮崎県の方でよく売られてる日向夏の精油はどちらも学名がピトルスタム、ん？タムラナっていうお名前で、同じものだったんです、学名が、うん、うん。で、だから通称とか私がさっきお伝えしたような柑橘の名称だけで探していくと、もしかしたら紐づくものが紐づかない、小夏と日向夏が一緒って気づけなかったりする場合もあるので、学名も見た方がいいかなとか、その辺も気になりました。で、逆、その真逆の話をするんですけど、逆に、じゃあ、例えば何にしようかな。柚子はあんまないんだけど、なんだろうな。いい例が浮かばない。まあ、特定の柑橘の精油を探すとするじゃないですか。で、学名で特定もできて、これだって分かったとして、じゃあそれを今度探したときに香りが、結構違う可能性が起きやすいっていうのがあって、結局その今まで私たちがこの場で話してきたことって、まあ、学名を特定することで香りのそのブレがない、同じ学名だったら結構芳香成分の構成が同じはずだから似たような香りになるから学名チェックして買いましょうねって今まで言ってたんだけど、逆に日本の国産の柑橘精油って逆にそれが通用しないんじゃないかって話も最近聞いててあって、その土地その土地で少しずつこう荒廃して、自然荒廃したり意図的に荒廃させたりって話さっきしましたけど、そういうことがこう重なって結構その土地土地独自の品種として出来上がっていってしまってる。だからこういうさっきお伝えした学名とか品種っていうところの分類で見た以上にもっと香りがこう繊細に土地によってばらけてる可能性が結構あるような感じなんです。なのでそれ言っちゃうと、結局じゃあこの情報をさっき私がお伝えした3つのポイントから探しても欲しい香りにたどり着けない可能性って結局あるんですねなので国産精油の特に柑橘に限っては、これまでお伝えしてきたような学名見るとか部位を見るとか取れた時期を見るっていうことに加えて、やっぱりその土地その土地の香りっていうのがこうそれぞれ違うんだっていうところもちょっと前提としてちょっと置いておくと、香り選びがより楽しくなるというか、んじゃないかなと思います。なんとなく伝わりますかね今の話大丈夫そう、ちょっとだから結局まとめてもこれ意味ないんじゃみたいなちょっと思っちゃったんですよね。うん、特に柑橘は本当に、ね、いろいろあるので、なのでぜひお気に入りを探してほしくて、お気に入りがあったら教えてくださいっていうのと、うんですね、あと私が先ほど作りした表本、研究が進んでいって分かることとかもあるので、DNA とか見てですね、最近実はこの植物とこの植物が同じ系統だったみたいなのが出てたりもするんです、ここ数年でも。だから、まあ、私が先ほどシェアした表も内容が変わっていく可能性も多分あるし、これから分かることもきっといろいろあるので、これからもまた柑橘精油ちょこちょこ取り上げてみてもいいかなと思いました。今回で終わりじゃなくてね。はい。っていう感じです。じゃあ、次回のお話して少し終わろうと思います。次回はですね、2月24日、13時からスタートします。で、次は、本来の順番であれば、シソ精油の回だったんですけれども、時期的なところを見て、季節に合わせたクラフト作り2月編っていうのをやろうと思います。で、雅子さんは参加 OK でしたっけ？はい、よろしくお願いします。はい。で、この季節ならではのなんか困りごととか、作ってほしいものとか、取り上げてほしい精油がもしありましたら、ノインの雅子さんの方にご連絡ください。では、また次回も、ちょっとしっかり準備してお待ちしておりますので次回もよろしくお願いします。じゃあちょっと長くなりましたが、はい、今回これで終わろうと思います。
ありがとうございました。ああ。